シカゴ学派は、社会学の学派の一つで、1920年代以降、シカゴ大学社会学部を中心にして形成された、主に都市社会学者のグループを指す。赤曜ロックフェラーが多大な資金を投入し、1890年にシカゴ大学が創立された。その2年後1892年に、社会学部が創設され、その初大学部長に就任したのが、 アルビオン W ・スモールである。スモールらはアメリカでの社会学研究の先駆けとなると、ともに社会学の実証的方法を提唱して、成果を上げた。その所産によって、社会学において最初の学派を形成するにまで至り、スモールにジョージー・ E ・ヴィンセント、ウィリアム・アイ・トーマス、CR ・ヘンダーソンを加えた4人は、第一世代の4巨頭と呼ばれる。 第一世代の訓導を受けた戦後の第二世代にシカゴ学派はその黄金期を迎えることになる。多くの代表者はドイツのベルリン大学に留学、哲学、社会哲学のゲオルク・ジンメルに直接支持し、彼から多くの影響を受けている。第二世代の中核を担ったジャーナリスト出身のロバート・エズラ・ラパークとアーネスト・バージェスは急速な産業発展に伴う 大量の移民の流入に禁する社会問題のメッカ、シカゴ市を社会学的実験室と捉え、そこに数多くのシカゴ大学大学院生を投入し、続々とシカゴモノグラフを算出させた。都市社会学の誕生である。彼らの教著、科学としての社会学入門は、グリーンバイブルと呼ばれ、シカゴ学派の社会学、及びその後のアメリカ社会学の方向性を、 決定づける書となった。また、第1世代に位置する W.I. トーマスは F. ズナニエッキと協調でヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民を表した。第2世代の教え子でシカゴ大学のスタッフとなったハーバート・ブルーマー、ルイス・ワース、E.C. ヒューズ、S. ストゥーファーは、この学派の第3世代を構成し、ブルーマーとヒューズはシンボリック相互作用論。 集合行動論、プロフェッション論の定式化に、ワースは、都市社会学の発展に貢献した。こうした第三世代の教え子たちは、主として、シカゴから離れて活躍したが、一般に、シカゴ学派第四世代として位置づけられており、ネオシカゴ学派とも呼ばれている。そうした中には、流言研究や、準拠集団理論で有名なタモツシブタに、ラベリング理論で有名な、 H.S. Becker, 医療社会学グラウンデッドセオリーで有名なアンセルム・ストラウス、ドラマツルギーという手法で有名なアービング・ゴフマン、シカゴ学派の遺産シリーズのエディターとして貢献した M、ジャノビッツらが含まれている。中野正弘、法月誠編、シカゴ学派の社会学10ページ。P.G. クレシー、1932イコール2017、タクシーダンスホールハーベスト社。 ありがとうございます。